全然関係ないですけど、最近死霊の盆踊りって映画見たんですよね。エド・ウッドっていう人が原作を書いて、めちゃくちゃつまらないっていうことで有名な映画なんですよ。エド・ウッド作品っていうのが、映画好きな人ってエド・ウッドって言うと、ああ、エド・ウッドねってなるんですけど、要は、すげえ有名なのになんで有名かっていうと、全部つまらないからなんですよ。今の時代ってつまらない映画を撮る人っていっぱいいるんですけど、昔ってつまらない映画を故意に撮る人ってあんまりいなかったんですよ。で、エド・ウッドもつまらない映画を故意に撮りたいわけではないですよ。撮った映画がたまたま全部つまらなかっただけなんですよ。要はエド・ウッドつまらないってみんな知ってるんですよ。でも、どれぐらいつまらないかってちゃんと見ないと語れないじゃないですか。でも、つまらない映画に、その2時間とかかけたくないじゃないですか。なので、エド・ウッドという存在してますと。で、死霊の盆踊りっていう映画が、もともと1960年代に撮られて、1980年代に日本に来て、で、最近なんかデジタルリマスターされて DVD になりますみたいな、情報は知ってるんですけど、でも見る気はなかったんですよ。で、たまたまニコニコ動画で、その、エド・ウッドの死霊の盆踊りを見るっていう企画があったんですよ。1時間半。で、本編映画が流れてる横で、その僕と性格の悪い死んだ魚の目をしている日和さんっていう100キロ近い体重のおっさんが、もう顔が出て喋ってるんですよ。だって映画の横でおっさん2人が出て、しかも喋ってるんですよ。すごい映画見づらいじゃないですか。普通映画って映画として完成されてるので、横におっさんが出て喋ってたら映画の邪魔になるから、いやいやありえないでしょ、失礼でしょと。ってなるじゃないですか。僕も最初はそう思ってました。最初の5分10分はなんかその映画のストーリーに合わせてその時代背景とかカット割りとかその映画の解説的ななんか副音声的なことをちゃんとやらなきゃいけないのかなと思ったんですけど、もうだいたい15分ぐらいで、あ、これは何の問題もないって気づきましたね。要はその死霊の盆踊りがあまりに面白くないので、おっさんという僕とひげおやじさんが出てようが喋ってようが映画を邪魔することに全くならないんですよ。で、むしろ喋ってるおっさんとかいないとあんなもの見れないですよ。面白くないものをわざとやろうとしてる芸術的な映画ってあるんですよ。アーティスティックな作品っていうのを作るのがなんかおしゃれで文化的でかっこいいみたいな、アート作品系映画ってそのつまらないのも故意にやってるんですけど、エド・ウッドはね、つまらないものを作ろうとしてないんですよね。逆にだからね、突っ込みづらいんですよね。で、そのエド・ウッド作品を見てた時にコメントでたまたまあった、なぜエド・ウッド作品が異常に冗長に長いのかっていう答え合わせができたんで、ちょっと僕はそれが嬉しかったんで今解説をしますけど、多分皆さんもエド・ウッドのその治療の方で見ないと思うのでネタバレしますけど、どんな映画かっていうと、まあ、墓場になんかたまたま行くことになった人が墓場で踊ってる女の人たちを見るっていうのなんですけど、いろんな資料が出てきて順番に踊るんですよ。別にダンスが上手いわけでもないですよ。で、必ず脱ぐんですよ。ヌードがあるから見るだろうっていう、まあ、日活ロマンポルノ的なのだと思うんですけど、でもそれだったらさっさと切り替えればいいのに、異常に長いんですよ。一個一個のシーンが。で、そのスタジオのセットで撮ってて、ほぼスタジオ変わんないんですよ。なんでカットをしないかっていう答えが分かったんですよ。いや、普通だったらカットして次のシーンってすればいいんですけど、一切なくて、それなんでだろうっていうので、そのコメントにあったのが、音楽が終わるまで必ず最後までやってるんですよ。踊ってる時に音楽流れるじゃないですか。シーンを切り替える時って音楽を編曲しなきゃいけないんですよ。要はじゃあ1分でこのダンスのシーンを終わらせってなった時に、その音楽を1分でフェードアウトするとか、じゃじゃじゃんって終わらせるみたいなので、音の取り直しをしなきゃいけないんですよ。でもエド・ウッドは多分その予算がなかったので、買ってきた音源そのまま流したんですよ。なので、音楽がじゃじゃじゃんって終わるところまで踊らざるを得ないんですよ。なので、ダンスに対しても起承転結もなく、同じ踊りをずっと繰り返すんですよ。で、音楽が終わると、唐突にそのダンスが終わるんですよ。っていうので、そういうことかっていうのが気づいたのがね、ちょうど80分くらい経ったからかな。っていうので、お、すげえ、このコメントの人賢いっていうので、ようやくその謎が解けたっていう、すごくどうでもいい話でした。